アニメ鉄腕アトムやブラックジャックで有名な手塚治虫先生の出身地でもある兵庫県の宝塚にある小さな小さなリフォーム会社で懸命に働いている駒橋と申します。どうぞよろしくお願いします。この番組がこれからリフォームを始めるお客様に参考になったなと言ってもらえるお得になる情報をどんどんお伝えする番組です。皆様のリフォームストレスを軽減するをモットーにこの番組をやっていきますので、よかったら聞いていってください。はい、今日のテーマはですね、信用できるリフォーム会社というお話を、していきたいと思います。はい、今回のテーマは、信用できるリフォーム会社ということでとてもシンプルな、お話なんですが、かつ一方で話しにくいテーマでもあるんですね。しかしですけど、この番組を続けていく上ではどうしても、切り込んでいかなくてはならないお話だと思いますので、話していきたいと思います。はい、信用できるリフォーム会社とはっていう、ね、定義って非常に難しくて、非常に皆様が、そこを一番考えるところではあると思うんですけれども、ちょっと順を追ってお話しさせていただこうと思ってます。はい、例えばですね、お風呂を入れ替える、上でですね、いろんなメーカーさんがあると思うんですね。いろんなメーカーさんを検討すると思います。で、お風呂を入れ替えるのに、商品どういうふうに選ぶかって言ったら、清掃性が良かったりとか、断熱性がいいとかっていう話、もちろんあると思うんですけども、とはいえですよ、その上でお客様にとって最も重要になるのっていうのは、値段だと思うんですよ、価格。で、この価格というのが非常にお客様にとって、業者を選ぶ上で悩ましいところでもあると思うんですね。で、例えば、TOTOさんとか、リクシルさんとか、タカラさんとか、パナソニックさんがあるかと思うんですけども、カタログをね、皆様、いただくことに、いただくと思うんですけども、その時にね、メーカー小売希望価格っていうふうな、歌ってると思うんですよ。メーカー小売希望価格100万とかがあると思うんですけども、実際の、そのメーカー小売希望価格と実際の販売価格って違うと思うんですね。で、これって何なんっていう話なんですよ。で、うすうすもちろん皆さん気づいておられると思うんですけども、簡単に説明するとですね、実際にですね、メーカーさんから、我々ね、メーカーさんから、メーカー小売希望価格ということで、お値引きした価格でね、我々みたいなリフォーム会社に商品っていうのが入っていくんですよ。例えば、メーカー小売希望価格が100万の商品があるとするんですけども、実際はですね、例えばですよ、これはあくまで例えばですけど、30万でね、入ってくるメーカーもあればね、25万で入ってくるメーカーもあるんですね。で、そこにですね、我々が、建築、リフォーム業者、いろいろ、利益の乗せ方もあると思うんですけども、我々は、30% の利益を乗せてお客様に販売するんですよね。例えば T 社のお風呂っていうのはですね、100万の定価のものがですね、30万の仕入れ値で入ってきまして、でそれに、業者の利益 30% を乗せると、おおよそね、100万のものが43万になってお客様のところにご提示されるんですよ。で、別の L 社っていうところのお風呂に関してはですね、100万のものが25万の仕入れ値で入ってきまして、30% の利益を我々乗せるとですね、およそ36万になってお客様にご提示されるんですね。もっと言うと、別の T 社っていうのは、100万のものがですよね、定価のものが60万の仕入れ値で入ってきまして、業者利益を 30% 乗せるとですね、およそ100万のものが90万になってお客様にご提示されるんですね。はい。同じ定価が100万のものでも、仕入れ値が違う。言ったら値、お値引きが違う。それぞれのメーカーによって、その値引き率が違うので、同じ100万のものでも、お客様に実際に、ご提示される値段っていうのは全然違うんですね。はい。で、
まあそういうメーカーのメーカーによってあの提示される価格が違うっていうのも当然あるんですけども、まあもっと言ったらですね、じゃあ同じ T 社、同じ定価100万のものでも、まあ会社によってね、3社アイミス取った場合、同じ T 社の商品、定価が同じものでも、お客様に行く、お客様に提示されるですね、価格っていうのがね、これ違うこともありますよね。まあ、これ正直、もう混乱のもとだと僕は思ってるんですよ。で、まあ、僕がとにかく言ったとしても、何も変わらないと思うんですね。ただ、まあ、なんていうんですかね、物のね、その価格とか価値っていうのが非常に分かりにくくなってるんですよ、このリフォーム業界って。不透明感がすごいあると思うんですね。で、まあ、当然ね、利益をまあ、頂戴するっていうことはもう企業が生き残っていく当たり前のことなんですけども、まあ、それはですね、まあ、適切な利益であり、かつですね、お客様のがですね、物の価値をしっかり理解していただいた上に、その利益が、を乗せるっていうのが成り立つものだと思うんですよね。だから、まあ、結局、見積もりの不透明感っていうのはですね、まあ、そのメーカー小売規模価格というものの考え方がですね、やっぱり、なんか分かりにくくしてるような、僕は気がするんですね。うん。で、まあ、この、メーカー小売規模価格っていうのがですね、見積もりの不透明さを読んでしまうが、ゆえに、リフォーム業界の怪しさがですね、さらに、こう、加速していってるような気が、まあ、するんですね。なので、どうなんかなというふうなところがあるんですけども、とはいえですよ、でも昨今ですね、インターネットがまあ普及してですね、まあ情報がすごい、まあ、オープンで、ただで情報を取れるような時代になっているんでね、まあ正直お客様には、まあお風呂にしてもキッチンにしても、まあトイレ、洗面にしても大体分かってるんですよ。これぐらいで入の原価じゃないのかなと、これぐらいに大体仕入れで入ってくるんじゃないかなというのにもかかわらず、我々リフォーム業界っていうのはですね、未だにですよ、定価よりこれだけ安くなりましたというね、情報発信お客さんにするわけですよ。これではですね、お客さんの信用が全然取れないような僕は気がするんですね。なので、まあ他の業界みたくね、まあ例えばコンビニの商品だったりとか、まあ携帯電話だったりとか、まあ思いつくとこで そういうことかな、まあこの商品の価格はこれですよって、だからそのメーカー小売規模価格っていう考え方じゃなくて、この価格はこの商品はこの価格ですよってズバリ、なんかやるべきなんじゃないかなと僕は思うんですね。うん、だからそれがまあ業界のイメージを良くすることになるんではないかと、まあ僕は思うんですけれども、まあ今のところですね、リフォーム業界の信用ってまあ全くないような気がするんですね。まあ自分がこうやってこの業界におるからまあ言えることだと思うんですけども。なのでね、そのまあリフォーム工事をする上でどういうまあ会社がまあ信用できるかっていうところの大前提で、まず価格っていうのは完全にお客様の信用を取れないものになってしまってるんですよ。なのでどこで信用していくかっていうと、まあ例えば僕が主にはですね、その会社、ね、リフォーム会社がまあどのようにね、社会貢献をまあ取り組んでいっているかとか、まあ、社内の体制とか、まあ、社員同士のコミュニケーションの通気性がある。要は、まあ、社員同士のコミュニケーションがすごい取れてるかとか、まあ、その会社の雰囲気とか、まあ、営業マンの雰囲気をしっかりね、見ていってほしいんですよ。非常にこれ漠然としてるんですけども、価格で勝負できないんで、価格で信用性が取れないんで、まあ、そういった会社の雰囲気とか会社全体の取り組みとかって、そこをしっかりね、お客様は、見ていってほしいんですよ。で、当然ね、工事をする、業者を決める上で、まあ、リフォーム会社のどの部署と接するかって言ったら、まあ、営業マンだと思うんですよ。
なので営業マンと一番コミュニケーション取る回数が多いかと思うんですけども、できましたらめんどくさいんですけども、そこの会社の他の部署、事務スタッフであったりとか、例えばこういう工事の場合こうどうなるんですか、ちょっと詳しいことを、工事監督がいらっしゃったら工事監督の意見を聞きたいですとか、いろんなその部署の人間とね、たくさんお話をしてほしいんですよ。そしてその会社の雰囲気を読み取ってほしいんです。そうするとね、やっぱりその会社がなんか雰囲気、これ直感でいいと思うんですけども、いい会社か悪い会社か分かってくると思うんですよ。で結局だから信用できる業務会社を探すためには、価格ので信用お客様、価格を見ても安いか高いかしか分からないんで、そこはちょっと重要ですけども、それ以上に、価格に信憑性がない業界ですので、それ以上に、その業者のね、雰囲気、会社の取り組み、いろんなことをしっかりね、そっちを読み取ってほしいんです。そうするとですね、この会社信用できるなっていうことが分かってくると思うので、そういう観点からですね、信用できる業務会社っていうのを選んでいってみては、どうかなと、そういうふうに思いました。はい、この話が少しでも皆様の参考になるととても嬉しいです。皆様のリフォームストレスを軽減するを合言葉に、次回もお得な情報を配信していきたいと思います。宝塚の小さなリフォーム会社で懸命に生き抜く小野走りがお送りしました。では皆様、今日も素敵な一日をご安全にお過ごしください。